日本サッカー協会は2日、東京、文京区の東京ドームシティ内に今週、複合施設を開業すると発表した。次世代のサッカー文化創造拠点となる施設で、筑波大学デジタルネイチャー開発研究センター長の落合陽一氏が監修し、一部制作に携わっている体験型コンテンツデジタル展示や芝生が敷かれた多目的空間、またサッカーや日本代表をコンセプトにしたランチなどが楽しめる飲食エリアなど、複数のゾーンが備わっている宮本恒康専務理事は、今までサッカーを応援してきてくれた人もそうだが、W 杯を見てからサッカーに関心を持ってくれた人、修学旅行生も多く集まる場所ですので、そういう人にもタッチできるものを作れればと思っている、と抱負を述べた。東京、文京区にあった日本サッカーミュージアムはジャパハウスの移転に伴い休館中。新たにオープンするサッカー文化創造拠点について宮本専務理事は、ミュージアムの要素を含んでいるが、デジタルコンテンツがあったり少し形が変わっているもの想像してほしい。テクノロジーを活かしながら新しいものに挑戦していきたいと思う、と説明、新たにサッカー文化に触れられる場となりそうだ。